皆さんこんにちは。コーヒージャーナリスト岩崎泰三です。本日はいつもの TCL のスタジオとはちょっと違う環境でねやらせていただきますが、一度ここで撮影過去にしたことありまして、覚えてらっしゃる方がいたらかなり通ですね。真冬の吹雪の中、山奥のロッジでということで、あの時はねそういう体で撮影したよね。そうです、そういう体で撮影しましたね、うん、さあ本日は多摩川を越え長い坂を登り詰めたその先に佇むスタジオアッピーに来ております。スタジオアッピーいいですよね。振り返ったらピアノっていうのがまたいいよね。なんだかいつも石神井の TCL 拠点にしているともう小旅行ですよ。アッピー今日はそんな小旅行気分の流れでこちらですよ。じゃん、エアロプレスいっちゃいたいなと思います。エアロプレス皆さんご存知ですよね。コーヒーの世界ではもうこの10年は経つよねきっとね。エアロプレスが日本に上陸して一つのブームを作ってからもう外せない抽出器具になってきてますね。とはいえ泰三はほとんどエアロプレス使ってないんですけど、今日は皆さんにぜひエアロプレスの使い方というよりは、まあ、そもそもこれ買ってきてまだ未開封の状態なので新型のエアロプレスね、新型ってことないですね、色が赤くなっただけなんですけど、新しい仕様のエアロプレス開封して、皆さんに中の仕組みをお伝えするとともに、エアロプレスって作り方が2種類あるんですよ。なんちゃら式なんちゃら式って言うんですけど、まあ、普通と逆さま、あの2つあるんですよね。でそれを今日はそれぞれ入れてみたいなと思うんですけれども、まずは基本に忠実にということで普通の入れ方、スタンダードメソッドとか勝手に言っちゃっていいんですかね、わかんないですけど、まあ、ちょっと皆さんあの募集しますんでコメント欄から何かいいアイデアあればお願いします。普通の入れ方でまずは開封動画として今回撮りたいなと思っておりますので、ぜひ皆さん最後までお付き合いいただければと思います。これからですね、逆さまにして入れるインバート式っていうのをまた別の動画でこの後アップすることになると思いますし、エアロプレスはじめさまざまな抽出器具についてこれからもレビューしていこうと思っておりますので、もしお済みでない方いらっしゃいましたらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。さあそれでは行ってみましょう。これもともとアウトドア用に作られてるんですよ。皆さんもうそれご存知だと思いますけど、エアロプレスを作ってる会社はフリスビーメーカー、エアロビーっていうねフリスビーの会社で、エアロビー社のフリスビーはなんだか世界記録とか持ってるらしい。飛行距離なのか滞空時間なのか、なんか本気でフリスビー作ってるアウトドアブランドが出したアウトドア用のコーヒーメーカーです。今日はちゃんと説明書を読んで皆さんにも正しい情報をお伝えできればと思っております。ちょっと開けてみましょう。さあ、おお、綺麗に収まってますね。じゃん、これがまず視力検査の時に使うこうですね。いろいろ使い勝手がいいように工夫されてるんですよ。さすがエアロビー社。これパドルでしょ、からこうメジャースプーン、これもだからこういうふうにいけるようにちゃんと工夫されている。すごいやりやすいよ。さあそして錠後とかロートみたいなもんですよね。英語だとファンネルとか言いますけどね。そして説明書すっげえ分厚いのが入ってた。日本語でも書いてある。例によって多言語展開ですね。そして来ました、これこそがエアロプレス。じゃん、このプランジャーとチャンバー、これがまあ要するにエアロプレスっていうものですよね。そしてこれ、これペーパー、エアロプレスを使ったお湯での抽出および水出しコーヒー、これ水でも出せるっていうのがね特徴ですよね。まずその1、このフィルターを外した状態でチャンバーをプランジャーから押し出します、下から押してよねって書いてあるからその通りにしよう。でフィルターをカップに入れる、でくっつける、これをカップの上かなんかにこう置きましてコーヒーの粉を入れると、で平らにしてお湯を入れて、80度のお湯って指定されてる、これ驚きですね。エアロプレス80度で入れてる人見たことない。
大体93度ぐらいでしょ。粉入れて、お湯入れて、かき混ぜる、うん、お湯の場合は10秒間、水の場合は1分間。10秒間めっちゃ短い。でもそれがオフィシャルなんですね。薄くなりそうだけどね、単純に。まあでもその通りにやってみよう。一旦洗ってきましたよ。この箱をさらによくよく見てみたところ、エアロプレスの良さですみたいなこと書いてありますね、一通り。まずはスムース、滑らかで豊かなフレーバー、ウィザウトビタネス、苦味なしで。へえ、フレンチプレスの酸味の9分の1。マジですかこれ。フレンチプレスより酸味9分の1、なかなか言ってくれますね。そして1分で何でもできるよと。アメリカンコーヒーもエスプレッソもコールドブリューもあっという間にできちまうよということね。ノーグリッド。ノーグリッドって何？簡単？なんかグリッドは度胸とか、ああ、なんかやる気いらないよみたいなこと。根性とか努力なんで。根性いらないってことか。いらないいらない、確かに、まあ、若干押すときに少しの度胸必要ですけどね。それからおクリーンナップテイクスセカンズ、すごいね、秒ですと。片付け秒ですって書いてある。それから頑丈、コンパクト、軽い。へえ、キッチンでも旅でもキャンプでも、それは間違いない。じゃあこれをチェックですね。そうですね。さあ、じゃあ早速行ってみましょう。ご視聴いただいている皆さんのために、せっかくスケールもありますから、今日使うコーヒーはエチオピアのウォッシュね、エチオピアシダモのウォッシュです。これがこのサジ1杯で何グラムなのかだけお伝えしましょうか。おお、15グラム。朝エディのコーヒー、エチオピアの小粒で15グラムちょうど測れるんだ。さあ今日はアウトドアといえばコマンダンテちゃんの出番です。今から、初登場アシスタントの山田くんにガリガリ回してもらいましょう。さあアスリートの山田くんは何秒で引き切ることができるのかということで、それではスタートです。入りました。早すぎて効率が悪いんじゃないかって。これなんか早送りしてるみたいに見えるね。はい、約1分ですか。コマンダンテもアウトドアギアだからね、このコンビはやっぱりすごい相性がいいって感じしますね、ルックス的にもね。うわー、めちゃくちゃいい、このスパイスとカラメルの香り。さあそれでは皆さん行ってみましょう。まずはこのプランジャーの部分を外しますね。ここに乗せちゃう。でこれ、この光景と合うのがもしなければこれでもいいんですよね。こんな感じでも何でもいいんです。もしくはもう山で自分の分作るよっていう方はもちろんカップにダイレクトでも OK。 こうやって使ってる方が家庭で多いんじゃないかなと思いますけど、今日はここのメンバーでねシェアしたいんで、こちらで抽出したいと思います。そしたらまず下のこのフィルターの部分にペーパー引くんですけど、これは普通のスタンダードメソッドの場合はただ引けばいいですね。何を言ってるかと言いますと、逆さまにして入れるインバート式っていうのが美味しいエアロプレスの入れ方みたいなところで、まあ、数多くのバリスタさんが提唱しているやり方なんですけど、その場合はねフィルターを密着させるために逆さまにした時に落ちないこうピタッとした状態を作んなきゃいけないんですよね。なので最初に湯通しして密着させましょうって手順が入るんですけど、このスタンダードメソッドは決してそういう面倒くさいことは言いません。ただここに乗せてください。そしてフィルターチャンバー、これをドッキングさせます。簡単。はい、では先ほど測りました 15g の粉注ぎましょう。すいません、コマンダンテさん、今気づきました、エアロプレスの経営なんですね。ほんとすいません今まで。いやびっくりしたよこれ、すごいね。え
フレアエスプレッソもぴったりだったじゃん、K が。いや、すごいね。そーっと入れてたさっきの自分が恥ずかしいね。もう一回なんか時を戻して入れ直したい。要するにこうやってパンってことでしょ。気持ちいいよね、これは。いやー、コマンダンテさん素晴らしいっす。ということで、なかなかコーヒーが入れられません。とは言ってもエアロプレス入れ始めたら、もうこの説明書通りだと10秒なんで、一瞬です。どれだけ前置きを長くできるかというのが今日のテーマでしたから、お許しいただきたいと思います。さて、エアロプレスの魅力のかなり大きな部分として、このね、抽出されてくる時のコーヒーの滴、これは間違いなく可愛いんですよ。で、ハリオのこれでやろうと思ったんですけど、そこの黒いところが撮影的に被っちゃうってことなんで、急遽高濃式のガラスサーバー、このシンプルなのいいですよね。シンプルって言っても俺が勝手に取って外しちゃっただけなんだけど、シンプルでいいですね。そして一応この1の線まで注ぐって説明書に書いてあったので、この1の線っていうのが何 cc なのか今測ってお伝えしますね。さあ、それでは行ってみましょう。お湯の温度はジャスト80度。素晴らしいですね。さあ、では行ってみます。1の線、はい、90cc なんだね。で、お湯を注いだら即座に、はい、こちらでパドルで攪拌。これどのぐらい攪拌するのかで味が決まりますけども、10秒間攪拌してあげましょう。なぜならばもうすぐにプランジャーをね、押し始めることになりますので。さあ、それでは行ってみましょう。プレスします。完成です。さあ、出来上がりまして、もうこれだけなんですよ。要するにこれはエスプレッソのような濃度ですってこの説明書が歌っている状態ですよね。これはね、この後の処理の仕方もめちゃくちゃ簡単っていうふうに言われてて、ちょっとやってみようか。アッピー、面白いから。これ外すでしょ。ポコン。どう、この簡単さ。これで終わりですよ。もうピッピッピで終了だから、アウトドアにはいいよね、そういう点ではね。以上です。では皆さん、ここからですね、こちらはこの原液をそのまま飲んでも美味しいよと、エスプレッソスタイルで。なんかちょっと一瞬飲んでみていいやっていう、このエスプレッソスタイル、香りはかなり濃い。うまいね。ぬるいエスプレッソですね、ただの。どう考えてもぬるくなっちゃいますんで、まあお湯入れてアメリカーノにするのがいいでしょうね。やはりアメリカーノにする時のレシピは書いてあるんだよね、ここ。お湯を加えて 237ml にします。これ真面目に測ってみましょうか。ね、237、まあ要するにこれは日本語に訳してるから変なことになっちゃってるけど、 230cc の液体にしちゃえばいいんですね。もうすでに出来上がっているところを加味しますと、最初に注いだのが90で、80落ちてたとして 150cc のお湯を入れて完成ってことになりますね。お湯で 150cc 加えて、トータルで 230cc のコーヒーが出来上がりました。いかにもうまそう。色も綺麗ですね。スタジオアッピークオリティ。皆さん、このプレスしているっていう時点でもうご想像いただいてると思いますけど、コーヒーの成分、まあ、特にペーパーフィルター、普通のドリップでは出てこないような成分がたくさんこの中には抽出されてます。無理やり押し出されてるんで、まあ、ペーパーの目をも無視していろんな成分出てきてますよね。油分も多く出てますし、まあ、微粉っていうほどの粒子ではないと思うんですけれども、コーヒーの成分はペーパードリップと全然違うレベルでこの中に溶け込んでますから、そういう点で濃く出してお湯で割って、それがしつこくならないように
えぐみやなんか感じないように楽しもうね。これ日本のペーパードリップでいうと金沢さんがやってるね、金沢式抽出なんですけれども、まあやっぱり世界中考えることは一緒ですよね。うまいコーヒーになってると思います。早速飲んでみましょう。金沢式やりましょうよ。それは本家金沢さんに来てもらわないと。いいですね。ねえ、金沢さんぜひこの動画見てくれてないと思いますけれども、よろしくお願いします。金沢さんにいろいろ教えていただいて、 TCL の焙煎機も調子が悪い時金沢さんが来て直してくれたの。そうなんですか。フロントのパネル全部外してゴサッつって、もしくは金沢さんのお店に行くのもいいよね。ああ、そうですね、行きたいですね、うん、ちょっとエアロプレスがだいぶずれましたけどね。この3倍濃縮で割って飲みましょうっていうのは結構コーヒーの飲み方としては一つありだなと泰造も思います。うん、やっぱり以前自分がやっていた時もインバートで逆さまにして少し時間かけて抽出なんてことやってたので、それに比べるとかなり薄いなって印象ですね、この正式レシピで入れると。でもそれはそれの良さがあるんじゃないかなということで、行ってみましょう。召し上がれ。うん、これは山の朝に飲みたい。山の朝ですよ、完全に。いや、今日昼になっちゃったね。そうですね、もう昼になっちゃった。今度朝5時から撮影しようよ。寝ましょう。これは山の朝ですね。究極の優しさ。目覚めた一杯目に飲みたいよ。なんていうんですか、濃い薄いでいうと薄いんですよ。もう色がもう示している通り、ただ薄いんですけれど、コーヒーの成分がたくさん出てると。だから言い換えると弱いんだけど熱いっていう状態ですね。熱いっていうのは分厚い、奥行きがある。弱いけど奥行きがある美学、絶妙。これは山の朝飲んだら最高だな。うん、甘みもものすごい強い。めちゃくちゃ甘い。コーヒーじゃないんじゃないかぐらい甘いですね。ということで、元山岳部のアッピーも行ってみましょう、ね、北岳の朝を思い出してください。さあ、では山田君は赤岳の朝で行きましょう。はい。おお、なんか優しいですね。優しいよ。なんかね、フリスビーが空気の中でこうふわーっとこう浮遊して飛んでいく、あの軽やかさを感じるね、エアロビー。優しさの後に、うん、そのシュガーっぽい甘さが。そうだね、そうだね、うん、でもエチオピアのちょ柑橘っぽさ、うんうんうん、あるある、柑橘っぽさあるね。ちょっとこうレモンとかグレープフルーツみたいな柑橘っぽさをこう柔らかいシロップが包んであげてる感じ。めちゃくちゃうまいわ。すいません、本当ちょっと入れてる時にプレスする前からトパトパ落ちるじゃないですか、この普通の入れ方だと。当然なんですよ、これはあのフィルター閉じてないんで。だから抽出器具としてはちょっとダメなんじゃないかみたいなことも言った気がしますけど、こんなに美味しいコーヒーできるならいいでしょう。しかもノークリップ。いや、皆さんもやってみてください。エアロプレスもすでに持ってるよって方も、日本のコーヒー業界ではインバート式って逆さまにしてしっかり味を出すというやり方がメインになっちゃってますんで、本当にこの説明書通りのシンプルな、一番何も考えてないやり方っていうのが逆に生み出すこの美味しさ優しさの世界、これ楽しんでもらいたいなと思いますね。もしお持ちでない方はぜひ概要欄の方にも詳細情報を載せておきますので、そちらからチェックの方をお願いいたします。さあ、皆さん本日もお付き合いいただきましてありがとうございました。また別の動画でインバート式上がると思いますから、そちらの方もぜひチェックお願いいたします。ではまたお会いしましょう。ハッピーなコーヒーライフを。